えー、それではさ、最後になるんですけど、とりあえず最後にちょっと駅の音、もうちょっとだけ見たら、次行こうかなと思います。いいか、もうちょっとだけ映せばいいか。それにしても、いたずらがきまし多すぎる。ゆうこせん、ゆう、なんだ、ゆうこせいやけんいち、三条。この三とか三条って多いなぁ。 うん本当にモグラ駅で有名なドア駅なんですけどこの駅さ本当に疲れた辛い楽しかった何県から来たよとか。 あといたずら書きとかが結構多いですよねこれいたずら書きする人って本当に心の闇ひどいですよね何県から来たよっていうのはまあいいことなんですけどねこの駅ノートって本当に心の声が結構あふれてますよねその心の言葉ですかねそれを文章でこうやって表しているんだからさ本当にわかりますよね やっぱりこのドア駅もやっぱり相当ね観光資源として生かさないと本当に上越線だって成り立たないだろうなと思うんですね登りきったらすっきりしましたやっと登りきったいやーそりゃそうですよね確か階段がこれ462段でしたっけそういうことでしょうかね 奈落のトンネル階段のドア駅ですけどこれ、今思い出したけどこれ、シェルターこれ、避難シェルターとして避難シェルターとしてなんか活用できるかもしれないですよね。特にミサイルが飛んできたときここ避難避難、避難所として活用されたり避難場所として活用されたいですよね。 ただ避難するまでにこれ次々とみんな殺到すると大パニックになるでしょうねもしもミサイルが発射したとなればみなかみ温泉からここまで車で避難する人ってヤバいだろうなやっぱりミサイルから身を守るためにもやっぱり地下に潜んないと危ないよな特にさシンゴジラであったあの地下に避難するあのシーンが本当にヤバかったよな 絶対ゴジラがさ、実際日本にさ、襲来してもさ、絶対国何もやってくんないしな。もうこれじゃ国民だってみんな怒るもんな。 うわまたいたずら楽器だよこういう回ダメなんだよな新マルコス山下町ロケット最高あ下町ロケットなんてやってたんだあやってたっけ忘れちゃったなやってたんかな あ,あ、誕生日で来た人もいるんだ5歳の誕生日かあ相当じゃあ電車が好きなんかなわあ夜なから来た人もいるんだこういう駅ってやっぱり全国から来る人って本当にいますよね おすげえこれ菅総理じゃあ菅官房長官じゃん菅すげえ令和って表してるよすげえ MWC 登場令和もよろしくってなるほどなすごい立派だな ドいイって書いてあるけどあーそっか心霊スポットでもあるからねここねうわもうグラなんて書いてあるよモグラ駅だから当然かまたねドアイ駅ってまたいつか来るんかなすごいなこれはい、えー、それではですねじゃあ最後にですねはいえー、こちらですね ちょっとこれ、お先に書いちゃってごめんなさいなんですけど、えー、本日、現地レポート撮影に来ましたので、こう、YouTube で配信しますので、皆さんどうぞ楽しみにご期待ください。ちょっと上から映しときます。はい、こっから先はちょっと慎重に映しますので。 はい。えー、それではですね、えー、駅ノートの調査もとりあえずできるところまでやりましたんで、ちょっと時間の都合でここまでしか見られなくてごめんなさいなんですけど、他の駅ノートを見たい方は、あのー、ドア駅に来てから見ていただければなと思います。えー、令和も、令和が始まりまして、平成も終わったので、 えー、令和元年になってもですね、えー、インターバンさんと、えー、岡田広の、えー、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。この奈落のトンネル階段ドア駅なんですけど、えー、皆さん、えー、ご覧になった方ぜひ来てください。一応ここにですね、インターバンさんが現地レポートで来たことを一応書いておきも、代わりにこれ書いておきましたので、 え皆さん今後のインターバンさんの現地調査活動と、そしてこの俺岡田宏のチャンネル登録とかもぜひできたらよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは以上をもちまして、ドア駅の現地レポ、現地レポート撮影と駅ノート撮影もこれにて終了したいと思います。それでは皆さん これからもチャンネル登録よろしくです。ドア駅、ぜひ来てください。それでは。